こんにちは、ちゃきチャンネルのちゃきでーす。今日はですね、2回目のみぽちゃんコラボ動画でございます。こんにちは、みぽたぽたでーす。かわいい。前回は新大久保で食べ歩きっていう動画を撮らせていただいたんですけれども、今回は事務所に来ておりますので、はい、ウーバーイーツ食べ放題をしていきたいと思います。さっきインスタで質問も募集したので、それに答えながらゆるゆると食べていきたいと思います、はい、いただきまーす。もうちょっとお腹すきすぎて、さっきからずっとお腹鳴ってたのね。聞こえてた。飲み物はゴンチャで注文しました。うちがウーロンミルクティーだっけ。うん、ウーロンミルクティーのナタデココ、ナタデココ入り、ココちゃんね。ココちゃん、あ、そう、うちはアリさんウーロンミルクティーのアロちゃんです。アロちゃんですね。アロエですね。せーの、ベビータッピー。ウェーイ。うちこれ他の人とやったの初めて。いつも一人でやってる。いただきます。乾杯。見えないとこで乾杯。見えないとこで、ちょうど見えないとこで乾杯。気を取り直して、乾杯。うちはサムライマックの炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ。うちはサムライマックの炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ。初めてでしょ。みこちゃんがサムライマック始めたらしいの。いただきます。いただきます。おいしそう。うんうんうん、もうん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 、視界に入れてなかったわ今まで。視界に入れてなかった。入ってなかった。確かに。あんまり新商品とか冒険しないタイプ。そうなのよ。うん、動画ではするけどね。うんうんうん、プライベートではせんよな、なかなか。うちもそうだわ。じゃあ早速ですが、うん、質問。彼氏が卒業したら遠距離になっちゃいます。寂しいです。今からできることないですか。遠距離したことはある、うん、あるかも。そう、うち一回あるのよ。遠距離になる前に、うん、なる前っていうか直前に浮気されたのね。え、だから自分の中で気持ちが割と冷めつつあったから、うん、あ、意外と一緒にいなくても大丈夫だ。あ、でも付き合ったままやった。付き合ったままだって半年ぐらいで別れた、うん、じゃあ自分の興味あることを探すとかは、うんうん、そうだね、夢中になれるものを探すとか、はいはいはい、するのに推し活してみるとか、趣味に没頭するとか。推し活任せて。じゃああの、推し探してる方はみぽちゃんぜひ押してください。いらっしゃいませ。アイドルやってます。でも大事よね、絶対。彼氏だけじゃなくて恋愛、うん、友達、ね、趣味、うん、仕事みたいなね、うんうんうん、でも結婚するまでさ、同棲でせんでいいなと思う、うん、しといた方がいいっていう人もいれば、確かにしない方がいいっていう人もいるよね。でもこの人と結婚するよなってお互い思ってたらあり、うん、うちもみぽちゃんも結構引きこもりじゃん、はい、結構一人の時間好きじゃん。うん、好き好き好き。だから急に一緒に住むとか一人の時間なくなっても無理じゃない。え、うん、うちも無理だわ。それを超えるぐらい好きな人と出会えたらね。確かに確かに。また違うのかもしれないけど。え、でも甘やかされたらずっと。うーん、甘やかすよ、うちが。ご飯作っちゃうもん。目玉焼きこうやってあげて。天井にピタッてついて。楽しみ。できたよって。食べてあれ。毎日ストーリー面白くなるね。お互いの第一印象。うちは一番最初にハロウィンのイベントで事務所だったんだよね、うんうん、でその時に可愛いと思って。え、嘘。ビビッと電気が走るぐらい可愛くて、何なんだこの子はと思って、帰ってインスタ調べて、いやもう本当にもう天使、第一印象天使。でも今もえ可愛いやけどっていうイメージだけど、なんかさ、おとなしい子。お疲れ様ね。はず。楽しかったから、もう最近会って、え、こんな面白いなって思って。2人の共通点は、まず同じ事務所っていうのと、うん、普通の女の子より食べる、うん、大食いではないけど、普通の女の子よりは食べる、うん、みたいな感じですね、うんうん、ネガティブに考えてしまう時ってどうすればいいですか。うち、基本的にそんなネガティブになったり病んだりとかないけど、うん、女の子の日とかたまになる、情緒が不安定になる時が、そういう時はいっぱい美味しいものを食べて、うん、いっぱい寝て、そしたらどうでもよくなります。うちの場合は散歩する。リブは散歩して音楽聴いて、うんうん、爆買いする。あ、ドン・キホーテ爆買いする。あ、買い物なんだ。深夜にドン・キホーテ行って、うん、可愛くなれるものをめっちゃ買う。可愛くなったって思ったら、え、人生何でもいいやってなる。おお。最強じゃん。あと携帯してる。
捨てるんだ。そうそう、ベッドにね、ベッドにベッドにベッドに捨てちゃって、そう、触んない。いや確かにね、携帯に触るのあんまよくないよね。わかる、マジで。そう、わかる。比べちゃうし、SNS ダメ。うちら SNS で生きてんのにSNS をしすぎない、うん、しすぎるのはダメ。日の光に浴びる、日の光を浴びることでストレス軽減っていうか、なんかやみにくくなるらしいよ。カーテン捨てようか。小籠包食べてみていいですか。そうじゃん、みこちゃんのマネージャーおすすめの焼き小籠包なんだけど、めっちゃ美味しそうじゃない。やばいよ ね。おお。え、汁残ってるかな。ちょっと冷めてるけど残ってんじゃない。あ、そっか、吸っちゃってるかも。いただきます。うん、おいしい、おいしい。はじけた、はじけた。これ一口やんな。うん、入るなら一口もいいかも。これ口ちっちゃいから吹き出ちゃうんじゃない。うんうんうん、ね、結構はじけるよね、うんうん。もし二人が入れ替わったら何がしたいだそうです。友達を100人作って毎日遊ぶ。コミュ力が天才だから。あ、そういうこと。コミュ力は、まあ、自分で言うのもなんだけど、ある方ではあると思う。うん、ね。でもめっちゃ仲いい友達とはよく遊ぶけど、あんまいろんな人と遊ぶタイプじゃないかも。あ、うん、うちみこちゃんだったらね、外歩き回る。水びらかす。自分をいろんなとこ歩く。あれ、あの子今日もあそこ歩いてるねって言われるぐらい毎日いろんなとこ歩き回る。彼氏と別れる決断がつかない、状況が分かんないから何とも言えないけど、みこちゃん今まで、お振りになったことありますか。あ、彼氏さん、ある。そうだよね。2つエピソードだよね。浮気された人の話か、うん、みこちゃん浮気されたことあるの。あるよ。うーわ、考えられねえ。おい、そんなとこ出てこい。2回？メボは多分付き合ったら好きが伝わるから、めっちゃ俺のこと好きね、じゃあもうオッケーみたいな感じになるやと思う。うわ、でもそれちゃんと自分で振ったんだ。2回でも偉い。が一つと、うん、あとはもう電話で、じゃあいいよって言ってぶってもう自然消滅させた。うちはもともと一緒に住んでたんだけど、当時の彼氏の仕事の都合で遠距離になりますと、離れる1週間前ぐらいには来されて、んあれこれから遠距離なのにお先真っ暗と思いまして、でそれでもう別れようって言ったんだけど、うん、彼はすごいプライドの高い人だったんだけど、うん、そのプライドを捨ててもう何時間も土下座されたの。それでうちが根負けしちゃって、分かった分かったいいよってなったんだけど、でそっから半年間ぐらい遠距離して別れたんだけど、今思うともう浮気された瞬間から好きっていう気持ちはもうないよね。うん、なくなってたんだなっていうのは自分で思った。ああ、浮気はもうさ、その人しか悪くないから。いや、そうそう、もうそうなんだよね。浮気されてさ、うん、許すよって人もいるじゃん。こう一般的に見たら、もしかしたらそれで許してあげられるの偉いねって言われるかもしれないけど、うちはそれで好きだけど浮気されたからっていうので触れる人の方が偉いと思う。いや、そうだよね、うちはね。偉い偉い。年下と付き合うことの大変さってあると思いますか。ちなみにうちは年下と付き合ったことないんですけど。ないや。あります？ない。ないよね。あ、ごめんなさい。何もアドバイスできなかった。ごめんね。付き合ってない人とキスってどう思いますか。だそうです。お互いに彼氏彼女がいなかったら問題ないと思います。勝負の日にするルーティンある。勝負の日の前の日とかね。どういう意味の好きな人と会う、それ仕事？じゃあ好きな人と会うバージョンで行こうか。前日2日前とかに全部美容をエステ、うん、それ全部行き尽くすよ、ね、もう1日何個も入れちゃうよね。入れちゃって間に合うかな、いけるよね、いけるみたいな。メイクの練習するかも前日に。おー、かわいい。でもさ、大事な日に限ってさ、めっちゃメイク頑張るじゃん。頑張れば頑張るほどうまくいかなくない？そうね、まずそう、アーシャの日とかうまくいかへんもん。そうだよね。今日はしっかり決めてやるぞって日に限ってさ、もうアイラインこっち行ってこっち行ってみたいな。そうなのよ、マジで時間かかる。マスカラしてこういうピッてついたりさ、前髪切りすぎちゃうし。わかる。動画で来た時めっちゃここら辺来た。動画で来たの。前髪切り方教えますとか言ってめっちゃ教えるな、教えるな、絶対教えるな。多分あれだよね、その大事な日に限ってさ、ここをもっとああしようとかこうしようとか、うん、いろんなことしちゃうじゃん、普段しないようなこと、うん、だから失敗するんだろうね。いつも通りすればいいんだろうね、うん、はい、ということでみぽちゃんとウーバーイーツ食べ放題しながら質問に答えていったんですけれども、はい、残りの食材は後半みほちゃんの動画で、はい、食べていきますので、続きは概要欄の URL からみぽちゃんの動画に見に行ってください。待ってます。お願いします。せーの、
バイバイ。そんなこともわからない、やおならも。